様こんにちは、なりわでございます。本日はもうついにたまりかねず、いよいよあれを利用しに行こうと思っております。今日ね、カメラ珍しくね、 iPhone 手撮りで撮ってますので、ちょっとゆらゆらするかもしれません。それは何かと言いますと、もうね、梅雨時にはもう悩ましい問題でございますね。ちょっとカメラをね、こう向けるとわかると思うんですが、こちらですね、この中何が入ってるかと言いますと、お洗濯物、乾きません。なのでね、近所にあのモールがあるんですが、そちらの方に行ってね、ちょっと乾燥機をね、利用して乾かしていきたいと思います。では行ってまいります。あれ、これなんだろう、後で見てみよう。では、乾燥機から戻ってまいりました。すごかったですよ、あの利用者の数すごいいっぱいで、あの私が行った時は2カ所しかね、あの空いてなくて、もちろんお洗濯から乾燥機までできるのと、乾燥だけができるのと分かれておりまして、で乾燥10分が100円でございましたね。私はだいたい20分、利用しました。でね、あのずっと待ってらっしゃるんで、もうね、とにかく押し込んできたので、これからちょっと雑談でもしながらね、お洗濯物畳もうかなと思っています。こんな動画でいいのかなわかりませんが、ちょっとね、せっかくなので続きをやりたいと思います。変なもん映ってないよね。できるだけあのお洗濯物あまり映らないようにちょっとあげようかな。ちょっとね、これぐらいだったら大丈夫でしょうかね。ね、膝元が映らなければ後で動画チェックしてみますね。まあすごかったですね。あの最初はね、すごいおしゃれなね、あのその洗濯をしたりとか乾燥をね、するあの乾燥機がずらーっと並んでいて、中にね、あの喫茶とかがあったりしてね、すごいねおしゃれなね、あのコインランドリーだったんですね。だけれどいつもはあの人がね、結構閑散としておりましたので、あのやっていけるのかなと思ったんですが、まあここに来てね、ここに来てですよ、ものすごい人ですね。あれは今の時期、あの書き入れ時っていうんでしょうかね。本当ね、すごかったですね。私はもうあの取り出す時にはもうね、何名かの方が待ってらっしゃってて、ね、あの皆さんも本当気になるのか、じっとね、あの見ないでと思うんですよね。洗濯も取り出して入れる時にね、あ、やはりあのなんだろうね、見てあまり見てほしくないなと思いましたね。ずっとね見てるいらっしゃる方がいてね、いや特に男性の方はね、見ないでお願いだからまあね、その順番待ちがね、結構ね待ち遠しかったんだと思うんですね。なので早くどかないかなと思ってらっしゃったのかもしれないですね。いやすごかったですね。でもね、おかげさまで、ホクホクです。今まだあったかいですよ。ホクホクしてますね。洗濯物があったかくてまだね、すごいまだ、あったかい今日ね気温がね、結構ねあの低いので、あの今日この上にレンコートを羽織って行ったんですが、それでちょうどいいぐらいでしたね。なんかね、7月とは思えない気温ですよね。あの変ですよね。暑くなきゃいけない時暑くなくってね、そんなに暑くなくていい時期に暑かったりしてね、なんかね変ですよね。でもね、あのやはりあの我が家の乾燥機じゃなくて洗濯機はですね、あのなんだろう、
結構容量が小さいんですよね。まあ1人分だから1人分の洗濯だからと思って、容量の小さいのね、だいぶ昔かな、いつぐらいに買ったんだろう、ちょっと記憶が定かじゃないんですが、まあ壊れもせずね、まだ持ってますね。だけどやっぱりこの時期ね、すごい雨がね、こう続くとお洗濯物が結構たまりますよね。なのでやっぱり容量が大きい方が大は小を兼ねると言いますかね、やっぱり容量の大きい方がいいですよね。でね、まあ今度もしね、私がここから ね、引っ越すことがありましたら、洗濯機を今回、次はもう乾燥機付きのね、ちゃんとドライ機能がついたのに、買い替えたいと思っておりますね。ここではね、そんなね、まあどちらかっていうとお日様にね、干した方が私は好きなので、あえてそんな風にあのかあのね乾燥機付きを買わなかったんですけど、今となってはね、やっぱり乾燥ドライ機能がついていた方がいいかなと思いますね。まあ何でしょう、靴下が結構たまりますね。1日ね、2回ぐらい履き替える時があるんですね、靴下ね、今の時期ね。なので靴下がまあすごいたまりますね。で結構物を整理して、お洋服とかいろんなものをね、処分してしましたよね。整理して処分をしたので、最低限のね、もので暮らしてるものですから、こういう時に困りますね。数が足りなくなってきて、だからといってね、洗濯機の中にね、ずっと入れてるのもなんかね、気持ちが悪いので、私はもうね、さっさかね、洗濯をしちゃうんですが、でもね、ちょっとね、大きなもの、デニムのね、パンツとか、そういったものが2、3本とかね、パンツが今日は、ね、2、3本あったんですね。なので、大きいものがあると、なかなか乾かないですよね。いや、だけど、驚きですね。本当ね、いろんな方がね、今日はあそこのコインランドリーにね、来ていらっしゃってて、親子連れの方、年配の方、お若い方ね、それで、やっぱり寝具ですね、寝具が乾かないので、皆さん、山のような寝具を持ってね、乾燥機を一家族で何台もね、使ってらっしゃってて、もうね、そこをぶんどってやってるっていう感じ。まあね、そりゃまあ、ご自由だけれどね、すごい数、あんなに貯めるって、まあね、ご家族が多いからなんでしょうかね。すごい数のね、洗濯物でございましたね。まあね、結構大きなものをね、やっぱり今の時期、特に乾かないですよね。なので、そういった感じで、乾燥機をね、コインランドリーで乾燥しにね、お洗濯はね、ご自宅で済ませて、来られる方が多いですね。済ましたものの、要するに、あれですよね、洗濯はしたんだけど、乾かない、というところで皆さん来られるんでしょうね。私もそうでしたからね。そうだ、もうこう洗濯したはいいけれど、もうね、全く乾かないんで、どうしたものかと思ってたんですね。で、昨日でしたでしょうか、ライブの時にね、乾燥してきました、乾燥機ね、自転車で2往復された方とかね、おっしゃってる方がいたので、あったかくて気持ちいいですね。なので、そうだ、私もそうだ、こういう時にね、空いたコインランドリーを利用すればいいんだと思ってね、行ってまいりました。でね、私は20分やりました。
10分ではちょっと厚手のものがね、こうやって薄いものはいいんですが、厚手のものがやっぱりデニムとかはね、何気にね、なんかまだ湿ってるような気がして、なので20分をだから200円ですね、200円で、乾燥機を使っていきました。もう20分もあれば十分ですね。で、あっという間、20分なんてあっという間ですね。ちょっとスマホでゲームでもねして、私ライブの時に言いましたけど、ハマってるゲームがあるんですが、もうね、あれは人をダメにしますね。本当に皆様ね、SNS とかね、そういったものは気をつけてご利用なさらないとね、精神がやられてしまいますね。なんだろう、ちょっとねメンタルが弱い方は引きずり込まれてね、鬱になったりするんじゃないかと私はふっと思いましたね。ね、どこも出かけないでね、お家で延々とねゲームをしていたら、本当ね、誰とも話さない、どこにも出かけないということでね、なんか鬱になるんじゃないかななんてね思ったりしましたね。なので皆様方はね、ぜひね、ゲームをね、スマホの今いいゲーム、面白いゲームがあるんですね、たくさん。もうね、なんだろう、絵も綺麗ですしね、なのでやっててやっぱり楽しいんですよね。だからついついやってしまうんですが、私はそんなことやってる場合じゃない、編集をしなきゃいけないし、動画も撮らなきゃいけないのにね、あと10分あと5分とかね、未練正しくやってる時があるんですね。だけど、いい加減にしないといけないですね。ということでね、お洗濯物が無事に畳み終わりましたので、この辺でね、動画を閉じたいと思います。皆様方、いつもなりわの動画視聴していただきましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。